おととい1ヶ月ぶりにこの人が帰ってきました。セカンドベースト牧原大成。わかりなさいですね。1軍復帰後6番セカンドで早速スタメン入りした牧原大成。2点ビハインドで迎えた5回ツーアウト1塁の場面でした。いつ呼ばれてもいいような準備はもうリハビリの時からでももう本当にすぐ実戦入れるような準備をしてきたので。最高最高、気持ちがこもってました。打球はファンの待つホームランテラスへ。今シーズンの第1号となるツーランホームランで試合を振り出しに戻します。これでまた一杯いけたんだお酒が、ね、進みますね。その後同点のまま延長戦へ、延長12回、ワンアウト1塁3塁でキャプテンの柳田。サヨナラタイムリーで牧原の復帰戦を白星で飾りました。またいけたもんまたお酒進んじゃいましたもちろんです、止まりませんね。もちろんです。さあ昨日は序盤から先発藤井がロッテ打線に捕まります。ホームランを浴びるなど2回までに3点を奪われます。対するロッテの先発は令和の怪物佐々木朗希。この佐々木相手に今シーズンまだ得点を奪えていないホークス。そんな状況で見せてくれたのがやはりこの人、牧原。打球は外野の頭上を越え一塁ランナーがホームへ。牧原の走って走ってタイムリースリーベース。佐々木から今シーズン16イニング目で初得点をもぎ取ります。その後リードを広げられ迎えた最終回、ランナーを2人置いて栗原。ライトスタンドへ飛び込むスリーランホームラン、持っていきました。リーグトップへ躍り出る31打点目。土壇場の副キャプテンの一発で4点差とします。しかし反撃もここまで、ホークス連勝とはなりませんでした。